とことんやりこむ、どうもなおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日は古代狩りやっていきます。レベルを下げてサクッといきます。もうとにかくね、アイテムがめちゃくちゃあるのよ。むちゃくちゃある。もうほぼほぼ、いやもう全部かな、ユニーク装備しかなくって、アイテム持てないのよ。なので古代狩りでサクッと使っていきましょう。本当にね、もういっぱいいっぱいなんだ。古代人1体目、いたいた。ここガーディアンのやつだね。スイッチどこ？あったあった。まあカバンでサクッと倒しちゃいましょう。どこに出てくるか。はい、一発。一発でもなかった。お、発砲スミカ、いいね。いいよいいよ。おいし、また来た。いいよいいよ。この感じで行こう。え、ここはウィズ、あ、いや違うか。やっば。いや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 、レベル下げてるのに死んじゃダメだよ。ワールウィンド。おお、久しぶり。無敵だ。久しぶりやね。でもランク下げてるから全然余裕。いやそうでもないもんね。普通に戦うと絶対無理だから。おっといいよ。あっ、あ、よかったよかった。あのね、さっき幸運の海をつけて倒してたから黄金じゃないやつが出てたんだよね。装備変えました。1周目終わり。ちなみに3周やります。3周ね。はい、見てみよう。全部ドノーマル品いりません。ヤギヤギ持ってる、いらない。シアダがもういらないね。いらないよね。うん、次ウィザー。よくない、いりません。骨弓、いらない。はい、2周目。おっしゃー、来たー。先の方か、呪われた存在。おいおいおい、ちょっと待って、死んじゃった死んじゃった。ずっと氷ばっかり出たやつね。はい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 、普通に雷が出りゃ勝つんですよ。名もなき刃。あー、ここか、槍が出るところでしょ。ここはいらないんだよね。よし、まあまあ撃ってからね、撃っていけばいいし。おお、幸運の槍いらないね。2周目おしまーい。ではお店を見てラスト1周しますね。全部ダメだね。次、ラストラフか。いらないな。いいのが出てくれない。ゲル、いらない。成長するスタッフも悪くはない、悪くはないけども、まあいらないかな。今現状ではちょっと使っていきにくいんだよね。はい、ラスト行こう。よし、ジエンドのとこ来たね。でもここは、別にいらないやつじゃなかったっけ、確かね。はいはい、これか。フルバドゥールいらないんだよね。エンチャントがスキルが微妙な気がするんだ。あれまた一緒か、一緒のところいらないって。え、防具があれでしょ。で、終わりの始まりだ、昔の。終焉となんとぞと、そうか、このクロスボウが出るんだ。これもなんかね、使いにくいんだよね。影化が一回解かれないっていうやつだけど、難しいね。あー、ここか、同じようなとこばっか出るな。じゃあ
分全然いらない、全然いらないよ。え、またまたですか。いらないやつ出なくていいから。おお、また8分。はい、それでは3周目も終わりました。古代人からは特にいいものは出ませんでしたね。さあ最後頼むよ。ひどい気がする、ひどい気がするぞ。え、ちょっと待って、え、ノーマル品が出てるじゃん。あ、これ幸運の海は着ない方がいい、幸運の海は着ない方がいいのかな。なんかノーマル品が出ちゃってるよ。あ、これじゃいかん、これじゃいかん。ノーマル品だ。あ、違うか。あ、一応黄金装備だな。あ、びっくりした、なんかちょっと勘違いしてた。やっぱりいいんだ、いいんだ。古代人を倒すときは幸運をつけちゃダメで、うん、こういうときはいいんだよ。おおお、来たぞ。パープルストーム、ダメ。虚無の呼び声、いらない。トゥルースピーカーは、あー微妙、いりません。最後どうだ。いや悪くはない、悪くはない。重力、虚無、クリティカルで、え、悪くはない。いやでも回復がついてないしな、いりません。はい、ということで今日出たもの見てみましょう。出てるね、ハプーン、ハプーンいりません。こっちのハプーンもいらない。影のクロスボウもちろんいらない。でこれも出たんだよね、発光するイカの防具。クールダウン1ついてるけどもいらないね。ワールウィンド、いらないね、いらない。うん、黄金装備はお供え物できないんで売ります。重力か、重力ついてると俺あんまり好きじゃないんでいらないです。トゥルバドゥール、いらないか、いらないね。あー、いらない。幸運の槍、いりません。はい、もう全然ダメじゃん。名もなきは、シールドストライクとクリティカル、重力、あー、いやいや回復がついてない、使いにくい、いりません。いやー、なかなかひどかったですね。でもまたやっていきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。